が納入したときに、私たちがっていうのは、本当にまだここなんだろうかっていうのをすごく実感しました。で、やっぱりこれからもっともっと4回転、フリップだったりとか増やしていかなきゃいけないし、構成とかも考えるところはもっともっとまだありますけど、ね、まあ、とにかく、その本当にジャンプもスピンも全部含めて、GOE もっと稼いでいけるように、クオリティをもっともっと、それが僕の唯一のできる部分だと思うので、そこももっと高めていけるように頑張ってすごく良かったと思います。まあ、一人一人がこのファイナルっていう舞台にすごく熱い思いをすごく感じて、で僕も負けていられないっていう思いもあったので、でそこも本当に熱い試合になったと思いますし、本当に人それぞれやっぱ目標は違うと思うんですけど、僕もここでしっかりと切りたいっていう目標もあったので、まあ、そこが今回自分に負けてしまったっていうのがすごく一番悔しいかなっていうふうに思います。